館内生徒とか敗退です。うわやばい、こっちにも同じのがあるので、皆さんこんにちは。こんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチとですね、今日はスペシャルゲストが来ます。はい、アイリス卓球所のコッシーです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。今日はありがとうございます。回転的には、はい、こっちの巻き込み系の方のちょっと上、あ多分こうやって捉えるのと一緒ですね。の回転だからクロスに行ってるように見えるんです、はい、クロスに行ってるように見えるけどパワーチってるっていう、はい、あとは多分ラケットの出だしの方向がこっちから来るので、こっち側から来てるので多分こう来るような感じに、こうやって捉えるのと一緒ですね。ラケットの出だしの方向がこっちから来るので、こっち側から来てるので多分こう来るような感じに、あとはその入りの時に順横の感じで引きたいので、こうやって引くよりもこうやって引きたいので、こうだとバレちゃいますよね、はい、なるほど。だからなんか違和感マックスなのが、そうか、普通の横の入りで引くってことですね。そうですね、なるべく順横の入りで引いてこうなるよね。あで最後こっち側なんですね、はい、こう捉えてます、うん、ってことですよね、はい、正面じゃなくてこうボールの右側の方、そうです、はい、ちょっと横逆横かけて飛ばしてあげてる、そうですね、感じですよ。なので多分ちょっとなんかスローとかで見たら若干こっちに曲がってるような感じのサーブになると思います。なるべく順横の入りで引いてこうなるよね。うお、それ手を読めないな、その形。ちょっと一回、もう一回、はい、クロスに来る。おお、おお、おお、そうですね、確かに途中まで横回転の振りで、はい、最後巻き込みの方向にはしてます。はい、上げて、こう引いてって多分この辺でこっちに変わってると思います。あ、なるほど、なるほど、本当、そうだそうだ、で、こっから、はい、こういうイメージですかね。ああ、そっか。で、早いタイミング、早いタイミングがその白いとこ、そうです、パタンっていう、手前に落としてっていう感じですか、ね、あー、すごいな、はい、すみません、はい、上げて、こう引いてって多分この辺でこっちに変わってると思います。あ、なるほど、なるほど、はい、本当、そうだそうだ、で、こっから、はい、こういうイメージですかね。ああ、そっか。で、早いタイミング、早いタイミングがその白いとこ、そうです、パタンっていう、手前に落としてっていう感じですか、ね、あ、うわ、ギリギリ、うわ、やっぱ、あ、間に合うとしても逃げてきますね。あ、ちょっと逃げていくと思います、今、はい、と思ったら遠くなったんで、うわ、ギリギリでこっち来るな、うわ、こっちにも同じのがあるので、今同じバージョン、この逆横のこのホームでこっちにも出したりすると結構、はい、うわ、わかんない、精度高っ、はい、大です。うわ、こっちにも同じのがあるので、同じのがあるので、うわ、わかんない、精度高っ。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。